何が堂島の竜だ。あの野郎絶対に生かしちゃおけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば、錦山はどうしてるんすか。さあ見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ふっ、ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。ちっ、クソの役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。そんな、嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山君言ったじゃない。大丈夫、俺が由美を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山君助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いたいのか。いや、そんなつ、お前までそんなこと言うのか。食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え、この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさ、
三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長を初めにです。やかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会2万5000死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目、会長。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。